にちは。番組ナビゲーターの雪沢智子です。今回は三浦半島で唯一のバイリンとして知られている田浦梅の里と、2月16日から3月10日まで開催されます田浦バイリン祭りをご紹介します。神奈川花の名所100選にも選ばれている田浦梅の里。園内には2000本を超える梅が咲き誇り、梅の名所となっています。さらに2月上旬から3月下旬は水仙の花も見ごろを迎え、毎年多くの人が訪れます。いやー、この展望塔からの眺め素晴らしいですね、はい、今日はちょっと霞んでますけども、あの房総半島白浜まで見えますよね、はい、天気のいい日はスカイツリーまで見えます、はい、360度見渡せますよね、はい、いいところですね。今日はまだ梅の時期ではないんですけど、はい、梅がなくても緑がすごく綺麗で、はい、いいですね。あと秋のあの紅葉の時期ね、いいです、はい、ね、一年中楽しめそうですよね、はい、そうです。そして他にもいろんな施設があるということなので、どんな施設があるのかご紹介をお願いします。はい、わかりました。あ、アスレチックもあるんですね、はい、そうです。9種類の遊具が揃ってます。なんかこう公園にあるのとはまた違った遊具がたくさんありますよね。そうですね、はい、こういうのがあると子どもたちも楽しめますよね。そうですね、本当一日楽しめると思います、はい、一日、うん、体力いりますねあ、でもちょっと遊びたくなる気持ち分かりますね。そうですよね、はい、こちらがあの芝生広場になりますね。ここからも海が見えるんですね。八景島なんかよく見えますね、正面にね。あ、そうなんですね、はい、本当だ、いや最高のスポットですね、はい、あの2月、3月の梅林祭りでは ここでね、凧揚げ大会やりますね、はい、盛り上がりそうですね、はい、来ますね、いっぱい。山里、はい、さん、はい、この梅の里の魅力はどんなところですか。そうですね、あの2月後半から3月にかけての梅の花が一面に咲く、その時が一番いいかなと思います。その他にあの同じ敷地内にキャンプ場があります。ずっと通年やってますんでね、それもまた楽しいかなと思います。キャンプはまあ子供がいないとできないんですけれども、はい、でも子供を連れて大人も一緒に楽しんでますよね、はい。続いて田浦観光協会会長の早川さんにお話を伺いました。さあ、まもなく開催されます田浦梅林祭りなんですが、このお祭りの見どころはどんなところでしょうか。皆さんご覧になっても分かるように、この緑の自然と梅の花とがコラボして最高の、梅祭りになると思います。この梅林は小さい山ですが、標高126メートルあり、金城天皇の誕生日を記念して地元の有志の方々が700本の梅を埋めました、それが梅の里となりました。緑と梅の花っていうのところは神奈川県下でも数少ないと思います。どんなイベントがあるんですか。親子たこ揚げ、そして田浦小学校の体育館において生け花、俳句などの展示があり、園芸もまたあります。この梅の里の梅を実を使ってワイン、リキュールなどを地元の酒屋さんで売っております。自然と緑のある田浦梅林に皆様大でお出かけください。ぜひこの時期だけの景色っていうのをたくさんの方に味わっていただきたいですね、うん。田浦地域の自然景観、イベント、旧跡、史跡をテーマとした田浦観光写真コンクールの作品募集が2月10日から開始されます。ふるってご応募ください。皆さん、いかがでしたか。さて、この番組ではこれからも横須賀の魅力あふれる情報をお伝えしていきます。お出かけの参考にしてくださいね。それではまたお会いしましょう。さようなら。